1987年のハンキューブレーブスでは、1987年のハンキューブレーブスの動向をまとめる。この年のハンキューブレーブスは、2回目の上田理事監督体制の7年目のシーズンである。1975年以来12年連続の開幕投手だったエースの山田久志が衰えたこともあり、上田監督はこの年の開幕投手に佐藤義則を起用。また、2番には、 弓岡慶次郎に代わって、福良純一が入り、それまで下打線を打っていた、松永博美が3番に上がったが、これが基地となったのか4月を、貯金録で開幕ダッシュに成功。5月以降は、成績が伸び悩んだが、それでも後半戦の開幕までは、首位の座に立った。8月に9勝11敗3分と負け越して、前年優勝の西部に首位を奪われたが、9月に13勝7敗と、 勝ち越して、セーブをマーク。10月3日からの直接対決に勝てば、首位ダッシュ、そして、チーム3年ぶりの優勝をと、上田監督は黙論だが、この年代車輪の活躍を見せた、山奥幸彦が、打線の援護なく負けると、以降は、ゲーム差が広がり、前年同様、B クラス球団への取りこぼしも目立ち2位で、シーズン終了。 対戦成績では3位日本ハムに17勝9敗と勝ち越したものの、それ以外で勝ち越せず、全球団勝ち越しはこの年も果たせなかった。投手陣は山沖があわや20勝の活躍を見せ、前年ローテ入りの星野信幸も11勝を挙げたが、一方で山田、今井雄太郎など、ベテラン陣が衰え、前年19セーブを挙げたアニマルレスリーが成績を落とすなど明暗が分かれた。 投げ陣も4番のブーマーウェールズや石峰和彦が活躍したものの19年目の福本豊は盗塁が1桁に落ち込んだ。シーズン終了後、美濃田浩二が巨人へ金銭トレードされチームの世代交代が始まることになる。ありがとうございます。